はようございます、今日は11月19日ですね、室温が 11.1 度、湿度 60% ですね。はい、ひんやりした日ですね今日もね。はい、そして、今日のコーヒーはですね、ホットな小休止、ホットな小休止であります。はい、今日の格言、バタバタシリーズ、バタバタとワクワクはイコールである。はい、大体バタバタしてる時って大体あれですからね、なんかやってる時ですからワクワクはするもんだと思うんですけど、そんなノリですかね。はい、はい、まずはあの下、はい、お湯を用意します。はい、真ん中に刺しますね。はい、今日もバタバタするとは思いますが、とりあえずですね、朝のコーヒーぐらいはゆっくりと入れたいと思いますね。はい、3分間蒸らしです。バタバタとワクワク、まあバタバタしかない時もありますけども、バタバタに今のなんかはオープンが近いので、バタバタとワクワクの状態ですよね。はい、ですから頑張って、準備はしとるわけですけど、昨日、ミルを、向こうの方に移動しまして、でこっちの方ミルが必要なんで、どうしたかというと、昔のミル R440 というミルを、持ってきましてですね、まあ、750から440に、ちょっと、変えたんですけど、まあこれが、まあ、やはり、200V と 100V、ああスピード違うなという感じには思っております。まあだけど、ミルとしての機能としてはまあ大丈夫の、昔から使ってたミルなんで、まあ大丈夫なんでいいんですけど、まあただ前と違って、あの掃除機で、チャフを抜く機能とかなんかを、使うには掃除機が必要で、残念ながら掃除機をわざわざそれ用に用意するっちゅうことも意味がないので、まあとりあえず掃除機はなしということで、今、使っております。すいません、 B まだこれからなんで。実際に使ってみると、チャフが舞い散るのに、まあ、こういう風に昔はなってたんだっていうのがちょっと分かって、面白いなという気が。あって洗いますか？いや、洗わないです。コーヒーを待って。はい、すいません、まだコーヒーできてません。まだ蒸らしの段階です。だから実際にこの当たり前に使ってたミルを、変えるだけでこんだけ新鮮な感じになるんだなという気はしましたね。あのバージョンアップした時も新鮮な感じしたんですけど、750に、バージョンアップした時に、あまりの速さにちょっと驚いたんですけど、440に、今度はダウンしたらあまりの遅さに驚いちゃったみたいな感じはしましたね。1キロとか
2キロを引くときにそれは結構大変だろうなという気はします。一応今度のオープンの時にはここの、仮店舗の方が豆引き所になるんですけど、豆引き所の見るとしては、まあ当然持ってった750と比べると遅いですけど、それでも結構オープンの時はイベントなんで、まあゆっくり話をする機会ができていいのかなっていう。すいません。はい。何にしましょう。あ、ラテマラを。はい。まだ。あ、すいません。まだね、コーヒーができてないんすよ。あ、大丈夫ですよ。ごめんなさい。はい。今日は欲張り人結構出てました。いや、全然全然店もほとんどないっす。僕なんて知らずにバイクで走っちゃいました。そうなの。ラテマラ豆でよかったですね。はい、豆で、すいません。まあ、お店も高齢化してきちゃったよね。先に覚えてますか。ああ、はい、高齢化なんてもんじゃないですよ。本当に少なかったですか、今日は。大丈夫です。今日なんか日曜日のようにね、うん、今なんか若者用のなんかイベントは結構多くやってるんですよ。緑がおじさんが来たおじさんがステージでなんかギター弾いてます。え、確か好きに何でもやっていいステージだったから、ね、それもそのいわゆるその一個の弊害みたいな。あ、そうなんだ。ありがとうございました。はい、すみません。ありがとうございます。やば、終わった。どうもそんな何でもやってもいいステージがあるの。確かに、うん、何でも絶対にそうだと思うんだけど。まあちょっと聞いたらあれか、知ってる人間である可能性もあるよね。本当に間違いない。はい、話を戻しましょう。バタバタとワクワクがイコールであるというので言うと、今店をこうやってるのに、まあバタバタしてますけど、バタバタしている中でやっぱ発見もいっぱいあって、今まで、750の、ミルを使ってて、その750のミルに対して、結構、前にテーブルが置かれるんですけど、それを、スイングタイプの、つまり、テーブルにしておったんですけど、そのやり方だと、奥に収納できないということで、今回は台を用意しようと、いうことになりまして、そういうふうにやることによって、なりたけ、カウンターの、場所がですね、きっちりと収まるようになるんじゃないかということで、DAIGO が提案しまして、なるほどなということで、となると、台をなんとかしなきゃいかんなとはちょっと、思っておりますが、なんとか、オープンまでにはしたいですね。
コーヒー入りました。ホットな中級酒ですね。ブラジルベースのブレンドとなっております。まあ結構、朝まだエンジンがかかってない時に、暖気運転ぐらいの時にはちょうどいいぐらいの、感じのコーヒーですね。もともと、ここではアメリカンとして大体今日アメリカンでなってますよね。ありがとうございます。今日はアメリカン。まあアメリカンとしては、まあ、販売してるんですけど、まあ初心者の人に大体勧めるのに一番最初にこの辺を勧めることが多いね。はい、オープンのチラシください。はい、11月の25、26日これがオープンします。コーヒープロオープンでございます。この、10時からオープンなんですけど、一応イベントというわけではないですが、オープンセールとしてですね、世界のマウンテンと、ブルーマウンテン、そして、福袋のその3つがメインであります。で、後の豆に関しましては定価で売ります。後の豆は定価で売ります。つまり簡単に言うと安いのはこの3つだけでいきます。ですからお買い求めはこの3つに集中すると思うんですけど、それを買ったがお得だと思います。ただね、キサンジンさんとか新作出てますからね。この間の番宣でバタバタしてて宣伝できませんでしたけど、はい、新しい新作も出てますし、うん、25日に合わせて、はい、新しいのまた出てきますので。あ、なるほど、まあだからといって値引きはなしねですよね、確かに。はい、でも一緒にね、せっかくのこの期間に。そうですね、オープン記念で例えば福袋で、3500円で例えば、こちら福袋があるんですけど、福袋3500円をこうお買い求めいただいて、そうするとちょっと、お得に、買い物できたなというところの余力で、キサンジンさんの、豆を買うとか、玉木の豆を買うとかいうことをやれるんじゃないかという気がします。あとは駐車場の方はですね、立体駐車場の方を止めていただければ、せっかく、わざわざこう遠くにこう足を運んでくれた人なんかは車を置くとこで困っちゃうっていうことがなくなりますんでね、立体駐車場に止めて、買い物していただければ一応ハートに口づけ、フレーバーでは一番、売れている、ブレンドなんですけど、これがただでもらえますよっていうこともやります。はい、ということで、今日はここまでにします。